はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。A 列車で行こう9ライブ配信始めていきましょう。前回引き続き路線バスですねを私鉄を微長距離線の延長線上に作ります。今回がおそらくバス路線の最終回となります。ツイッチで、いつも通り配信しております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。プリーズツイッチマイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。YouTube で2日後23日21時頃にプレミア公開予定です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。This live archive my YouTube channel two days after my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。 TwitterX、旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。 TwitterX my account please follow and リポスト&グッドボタンプリーズ。ということで、路線バスを作っていくわけですが、事前にいくつかの バス停に路線を作っています。基本的にはこの2つの路線の間にあるこの区域上のバス路線を走らせる予定です。まずどこを走らせるかですね。どうしよう、ここの高松寺駅西口ですねにまず2路線走らせます。この一旦ストップして、で266番217番のバスをまず買うか。色は何色だっけ。緑だよな。なのでこの区間も緑で路線を作るってことになります。まず216番ステップバスの緑を2本買います。そして、ここですね、
15分で白さ20時半で行きましょう。だな。で、一応配置しとく。ストップかける。で、ここは右だな。右の左折で、ポーズ東。で、ここは左ですね。左折の右折。迷いますが、ここは右折の左折かな。で、左折の右折ということになります。まあ、比較的短距離ですね。で、ここで迷うのは、ここで終わらせるかってことですね。距離であれば、なんか本数多いから、もっとここら辺をこう走らせて、ここまで行きたいなと思うな。時間で制御できればいいんだけどな。
まあでもこことここを結ぶアクセスバスでとどめといてもいいかもね。ちょっと少ないだろう。折り返しでこれでちょっとやってみるか。信号は多いからな。延長するならば、そう、こういうルートを通ってこっちに帰ってくるバスとかかな。でも一方通行は嫌だな。2本走らせたい。タイヤウィザードを設定しつつ最後時間を走らせる。で、ここでは5時55分かな。5時59分だから、
そうですね。でこれを直行して走らせるとしたら6時8分6時11分か。でここは左だな。右ですよね。右に曲がって左に曲がってで10分で折り返しですね。6時48分かな。そうですね、6時48分の6時58分ということになります。34分か。7時46分の7時49分だろうな。うん、7時49分で出ますね。あ、ごめんなさい。これで折り返し。8時5分。ってことは8時15分なんで。今車窓ですが2時間45分ってことになります。2時間45分同じかに多分 5.5 から6往復になるんじゃないかな。11時間の13時間、13時間45分。そうだな、6往復ですね。戻ってこないと絶対いけないから6往復だ。まあ、場合によってはちょっと1往復減るかもしれませんが、多分6往復でいけるんじゃないかな。
あーっと赤に嫌われた。接戦ですね。なんかバスがあちら側を通過していくバスもありますね。倍かかるのか、あっちの跨線橋2度渡る方の、あのバスは同じ駅出てるんですが倍時間がかかるので本数は3往復になるし、反面こちらは裏口なんだけど本数は6往復で多いと。まあその分、まあ駅っていうよりは中間のこの鉄道が通らないところを補うようなバスってことになりますね。比較的短距離のバスってことですね。で次は次はこちらでも217番ですね。217番が5時50分発発生するか。10時55分までというバスを作ってみましょう。
さっきより遠回りになるんで、その分まあ時間がかかるので、有効時間帯がそんなに取れないというところですね。保存しよう。ここの下を通りまして、あ、でもバス停がない。まあでも本当とりあえずは交渉時で、じゃあまっすぐ、すいません、217番は。で、右に曲がって2つバス停があるのか、早川と早川経由ってことだな。Okay.
で、赤峰田尻か。で同じように10分で折り返しか。じゃあ217番に買ったバスを配置すると。いうことになります。繰り返しで早川経由ってことか。さあ今出発しました。一旦ストップ。で217に戻ってダイヤウィザード、右左これで7時4分か。7時7分ということになりますね。1時間近くかかってんだよな。ここから出るはね、やっぱバス不便だな。そういう意味でいいや。7時34分。で、左ですね。7時52分。8時9分かな。
ってことは8時12分に出発か。で、まっすぐです。で、ここで10分停車するということになります。8時36分で直進か。9時11分9時14分なのかな。9時39分の9時42分かな。そうですね。18分の10時11分かな。もうすでに発車から4時間を過ぎております。10時40分で右ですね。あとは11時4分ん？おかしいな。
5時間かかってますね、1往復するのに。遠回りになる上に通る信号の数も多いんで、その分時間かかるんでしょうね。ってことは5時間ってことは3往復だ。場合によっては4往復目があるかもしれませんが、基本3往復ですね。半分、仕方ないかな。そう、ご覧ください。こういうふうに右に曲がったり左行ったりするので、これ信号でよく引っかかってしまいます。その分時間がかかってしまうというわけですね。遠回りですしね、早川経由は。これは左行かずにまっすぐ行きます。今快速急行が折り返し線から折り返して再入線していきます。赤峰駅ですね、入っていきます。赤峰駅はもう目と鼻先ですね。ここまで来たらこれを越える跨線橋がありますが、この跨線橋を越えるバスが前回だったかな、前々回だったかもしれない、バスなんですが、基本的にはこの跨線橋を越えずに最短距離で結ぶので、より時間は短くなるはずです。まあ、それでもこのルートは遠回りするので5時間かかってしまうっていうようなルートにはなりますね。遠目に長距離線も見えております。路線バスって難しいですよね、そういう意味で。
ただまっすぐですね。次の交差点まではまっすぐです。信号引っかかりますね。運があんまり良くない。今回は信号のタイミングがいい。信号タイミングがいい。高円寺口、西口に戻ってきます。これは結構待たされる。早送りしましょう。15時20分。あ、でも結構早いな、思ってるよりは。15時25分なんで4時間15分で。こういう風にさっき1往復目は5時間だったので結構ばらつきがやっぱり出てしまいますね。とにかくこれで追跡でお楽しみいただくとして、バス買いましょう。こんな感じで、バスが行き違う関係ですね。まあ何本もバス通ってるし、ここの区間だけ10本はバスがあるんで、駅沿いだと300台しか持てないんで結構いっぱいいっぱいになるかな。
まあ、もう次の、準備を。行わなきゃいけません。ここからこう218足を通って218が右折で219が直進。右折か、219も右折。で、218、219とも右折、これ218、219とも左折で、
で218、219とも、10分で折り返しですね、ここ。感じで219は20時台か。有効期間を何時にするかですね。6時10分の20時、55分にします。
これで一旦撤去して、こっちで、6時10分を折り返しってことにして、一旦ダイヤウィザードを解除して、219時間で折り返しで、10時かな、いや20時半か、219
69はちょっと待って、これ4つバスを停車できるスペースがありますが、1つ最大3つまでです。1つは予備で開けとかなきゃいけないんで、しないと入れなくなる、深夜とかで入れなくなる時間帯があるんで、開けとくようにいたします。24時間運行するという場合でしたら関係ないんですけどね。さあ、少しずつバスが発車していきます。あ、これちょっとまずいな。6時10分じゃダメだ。6時ちょうどにしないとあかん。こっち50分にしないとダメだ。6時34分。で、まだまっすぐですね。トンネルがありますが、トンネルには入らずこのまままっすぐということで、7時3分かな。で、7時6分と。そのまま左折。
時14分17分、ここで高架に上がっていきます。そして私鉄線を越えつつ、私鉄線の上を通っていく感じか。7時9分かな。まっすぐ10分で折り返しとなります。8時37分の9時6分9分かな。9時59分10時2分か。また直進で10時14分まあ、こんな感じですね。でちょっと218の
こういう風に。起こしていきます。ちなみに、4時間45分かかりましたね、1往復するのには。4時間45分4往復で19時間3往復で13時間45分3は2時間15時間14時間25分か。4往復目いけるな、これだと。ちなみに4往復すると4.75 の4で19時間かかります。24時50分に帰ってくるってことですね。4往復か、こちらにしても。それで右に曲がるということですね。で、ケータン駅に向かっていきます。しかしケータンのこの口結構距離があるな。鉄優先なので先に ここで慶丹駅に到着する。帰りは同じようにということで、まあすれ違うわけですが、
ひょっとしたら2本目これバスターミナルに作らないといけないかもしれないですね。これ一応1本じゃ足りないかも。あ、ってことはないかな今のところな。まず夜になるわ、もう早送りして、で、219を。これ5時半発ですね、翌朝は。まもなく出発ということで、この駅はとりあえず続行、直進、
6時10分か。6時13分となります。で、右か。7時9分ですね。ということは7時12分発になる。7時44分8時47分か。
これで、到着です。9時20分か。あと9時半発でしょうね。これは4時間ということになります。ということは15時間なんで、やっぱり4往復か。ケーと向かっていきます。これケータン、やっぱりケータン需要っていうか、ケータンはでっかいところで列車数も増えるし、長距離線と私鉄線両方とも走るんで、やっぱり案外需要大きいのかもしれないな。右にはコンビニが見えますね。221系が長距離専用の区間列車221系が出発しております。
快速私鉄線を快速急行が進んでいきます。さあ右側にはですね、建築中の高層ビルが見えますね。なかなか資材を取るのに苦労しているような状態ではあります。バスだ。右側の路線は地下につながってますが、私鉄線の下をくぐって向こう側に行くような感じですね。あっという間にバスターミナル到着ということで、ということで、213番が走ってない。本当だ。あれ、休んだことはないと思うんだが、なんでだ。
ですね、建築してるビル、ね、なかなか地下の資材がこういうふうにすっからかんなんで、なかなか使ってくれないっていう状況です。資材工場でも こちらには資材たくさんあるんだな。でこっち側の資材ほとんどないんですよね。まあ、あと まあ、こんな感じで。この区間を通るバス、4本走らせるってことになりました。次回はどうしようかな。気になるのはここの高速なんですよね。この高速とこっちの高速をつなげて、なんか学校なんかもありますが、一旦撤去して、でも学校は作ったなきゃいけないんで、こんな感じで学校を作ってあげてっていう。
じにして、公園がどっかにあったと思うけど、ここにしようか。作ってあげてという感じで、ということで、この伸びている高速道路、こちらを2つあるんで、この高速を接続するジャンクションを次回は作ってあげようかなと思います。はい、ということで、次回をお楽しみに。やることはやった。はい、ということで、今回は私鉄線と長距離線に囲まれたこの部分に、バスを
走らせてあげるってことをやりました。A 列車で行こう9だけじゃなくてシティーズスカイラインもやってますので、ぜひ見てください。近々シティーズスカイラインの動画もまた都市作りしようと思いますので、そちらを見ていただければと思います。他はまあ深夜の垂れ流し BGV とかハイプロとかレトロゲームなどいろいろやってます。ウィポもやってますのでぜひ見てください。今回の配信はツイッチでお届けいたしました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。YouTube に、アーカイブを2日後23日21時頃にアップロードします。プレミア公開いたしますので、ぜひ YouTube でもご覧ください。YouTube でチャンネル登録、高評価お願いいたします。This live archive my YouTube チャンネルアップロード、2 days after プレミアライブ。My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタン、はい、ということで A 列車で行こう9ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。